どうも、シャボくんゲームです。イフトボール2022アプリ動画やっていこうということで、今回はストライカー型レジェンダリーチェフ、練習やっていきたいと思います。なぜ新チェフではなくてこちらのチェフを使うかというと、フィールド能力が新チェフよりもこちらのチェフ強いんですよね。ボールコントロールだったり、ヘディング、プレースキック、カーブ、さらにはキック力、瞬発力が高いので、こちらのチェフを採用していきたいと思います。パレットデザインこんな感じでしてみました。ドリブルはちょっと振って、クイックネスと脚力にかなり振っています。というのもスピードと瞬発力がちょうど60乗せるんでね、これで裏抜けのチェフの部分もね、非常にやりやすくなり、脚力を上げてることでキック力もある。一応196センチ、フィジカルコンタクトもね70超えているので、体の強さ、空中戦だったりもね、チェフかなり強いんじゃないかなと思います。それでは早速、チェフストライカー起用フォワードいきましょう。チェフストライカーバージョンいきましょう。校長一回チェフに当てたい。ナイス、パスゴー裏、ライムレッグ、リーチの長さを見せた。今リーチの長さを見せた、リーチの長さを見せたが、ちょっとゴールには直接つながってなかったですが、チェフらしさが出たんじゃないかな。でスピードと瞬発を60に乗せてるんで、そこで結構ね効いてくると思う。さあワンタッチでつないで、チェフ来たー。チェフ胸トラップからの、いやーの壁を破りたい。いやー今ダイレクトに向かったから、インパクトヘッド、インパクトヘッド、インパクトヘッド、メッシ。いや裏空いてね、裏空いてる、ラインブレイク、キックフェイト、チェフナイス。ゴールキーパーノイヤーをかわして、スピード瞬発上げたんでね、稲妻イレブンのフットボールフロンティアインターナショナルでね、ロココが見せた、まあ、ゴールキーパーとフォワードをね変えてやっていくやつ。おおカシージャス、カシージャスやばすぎじゃね今の。あ逆、メッシからアザールで、チェフがどうする、チェフ、うわいい動き、よしー、いけるよ、オッケー。さあよいしょ、ナイスショー、インパクトからのチェフのヘッツ。さあよいしょ、ナイスショー。さあということでね、お相手さんギブアップ、チェフまず1試合目2得点よーし、絶好調。調子の波小さいでね、ライブアップで B 固定なんで、ここね調子いいとこ引けまくるんで、さあこれチェフに投げるよ、チェフに投げる。そうこういうさ、ここのさ、なんていうの、トラップ、そして受けた、あーし、パーサッチも良かったね。あのさ、やっぱワンタッチのリーチが長いっすよね、足長い。チェフ、ナイリー。さあパスゴーしていく、ここでチェフが上がってきた、いける、ボレーシュート、くーボレーは入んねえが、かっこよかったけどね。 OK 勝てる、インパクト落としから抜けて、インパクト、うわー止めてくるか、インパクトからのインパクトでね、チェフの抜け出し良かったっすけどね、ここ。さあステップオーバーからのインパクトパス、きたー、いける、いやマジライジングシュート並みの威力を解き放っていく。さあということで、チェフがねライジング系のごっついシュート決めたところで、切断パターンですかね。ノイヤーの牙城を破ったチェフ、インパクト最高の威力でしたね。キック力があるんでね、いいシュート飛んできましたね。好調、調子も安定しています。抜けれる、やっぱほんとラインブレイクうまくね、いける、これニヤニヤよしよし、ラインブレイクがねめっちゃいいですね。スピード瞬発上げたのもあるけど、ほんといい抜け出ししてる。そして抜け出していく、抜け出していく、ドラッグバックから右足、抜け出していく、ドラッグバックから右足、抜けてますね。さあプジョル、マルディーニか、マルディーニ突破、これ左足コントロールカーブ、よしよしよし、いいとこ飛んできましたね。でこの獲得したコーナーを決めるまでが一連の流れ、よっしゃー、チェフにね直接は合いませんでしたけど、ネイマールがインパクトヘッド、いいね、ロベカル、ロベカルとチェフのコンビみたい。いや強いてかマジ、このさヘディングがさ流れの中で行くのがほぼ届くね。あそこ普通196センチってね、なかなかいないんでね、フォワードでも、フォワードでもやっぱなかなかいない、リーチの長さを持っている、長さを持っている、長さを持っている、ベルカンプタン
ちょっと今のベルガンプターン、まさかね、チェフでベルガンプターン見れるとはね。抜ける、ほい、ナイスシザース。さあチェフ、最後は右足ドリブル、テクニック系も見せましたね。チェフ、ストライカー型いいっすね。調子すごいっすね。おお、待って、これドログバも絶好調なんで、フォーメーション変えましょう。フォーメーションをどうしようかな、4312にしてからのチェフ&ドログバの ねチェルシーレジェンダリーコンビでいきましょう。ドログバ、さあチェフが抜けてる。いや、いい動きしてるね。チェフ完璧に抜け出してるもんね。もうストライカーの時もドログバが抜けた瞬間にここにボールが来るとね、分かってる動きですよね、あれ。さあいいとこ、はい、あー効かないか。さあここはちょっと一回中で受けてからのコンビネーションで逆サイド。さあまたもチェフがいいとこにいる。チェフ、うーん、オフサイドかー。いい連携でしたよ。パス後裏パス、ナイスー、ナイスパスー、来た来た、よっしゃ、また抜きみたいなやつまた抜きみたいなやつ。 MOM はドログバだけどね、チェフめちゃくちゃ頑張ったね。今回はアイコニック引き継ぎレジェンダリーチェフメイン仕様でした。受け出しのタイミングだったり質、そしてね、そこの推進力の部分もね、フィールド攻撃特化型チェフ、さすがの活躍でしたね。またいろんな選手使って試合をやっていこうと思うんで、皆さん遊びに来てください。よっしゃ、さよなら。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。